7月、草刈り機にチャンバーをつけました。しかしキャブレターのセッティングが合っていないため、なんだかちょっと変な排気音でした。そこでキャブレターのセッティングをし直して、今度は吸気側も手を入れていきます。エアクリーナーを固定できるように部品を切削つきました。早速運転してみましょう。